10トントラックは陸上自衛隊が1950年代から1960年代初期にかけて運用していた積載量10トンのトラックである。このクラスは自衛隊で使用された他の大型トラックとは異なりダンプカーとコンクリートミキサー車のみの限定的な採用だった。製造元は民生デーゼル工業本来は民生デーゼル工業が 民間向けに1953年から販売を開始した TZ10 ダンプカーである。全長が短く高さがある KD3 型にサイクルガソリンエンジンを搭載していたため、高い運転席に短いボンネットという得意なスタイルとなっていた。その結果、荷台部分を大型化することができ、積載量の増加にもつながっている。荷台が後部に傾斜する一般的なタイプのほか 車体側面に傾斜するタイプが存在したのも大きな特徴である。足回りはこの種の大型トラックには珍しく4にとなっていた。自衛隊では当時不足していた大型トラックの保管として少数を導入したものの本格的な採用はされなかった。その理由としては当時の民生デーゼルが前輪駆動車を生産していなかったことや同社が関係を深めていた。 日産自動車が3、4トントラックを納入していたため自衛隊が配慮したことなどが考えられる。なお、コンクリートミキサー車使用である TN93 も極小数が自衛隊で使用されている。ありがとうございます。